本に古くから伝わる伝説の秘宝があるんですね。ああ、そうだ。私の調べたところによると、この洞窟に間違いない。さあ、早乙女君、私の後についてきなさい。はい。あ、教授、こんなところに王冠が。何？何か印のようなものが。あ、いかん！早乙女君、それに触っちゃいかん！罠にかかったな。ドラゴン星人だ。これでも食らえ。教授、早乙女君、私のことは言ったが早く逃げるんだ。でも早く、そしてその上に彼らのことを呼ぶんだ。わかりました。やらない人真似大嫌い。僕らの名前はゲーマデリ。ヨーロッパでも中南米でもシンガポールでもアメリカでもどこに行ってもそばにいる僕らのゲーム音楽。ジャンルは何でもござれでござる。スイングボサノバセレナーデ、ヘビメタフォークにカントリー、フュージョンプログレハワイアン、ハードロックにバロック音楽、ファンクにロックンロール。でもこれだけは言っておきたい。僕たちゲームが大好きで朝から晩までシューティング、春夏秋冬シューティング。Everybody will break a supercar.
Everybody walk like a supercar. Walk, walk like a car. Everybody walk like a supercar. What you want is what I want. Did you say somebody will say the word? Walk, walk like a car. Everybody walk like a supercar. Walk, walk like a car. Everybody walk like a supercar. Walk, walk like a car. Everybody walk like a supercar. What you want is what I want. Did you say somebody will say the word? Walk, walk like a car. Everybody walk like a supercar. I am the computer looking for making videos. 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 それはある暑い夏の夜のことだった。僕が街を歩いてると向こうからマンボズボンを履いた太ったおじさんがやってきた。その男の名はカルノ。地獄から僕を追ってこの街へとやってきた。闇夜の国からやってきた彼の名前カルノ。ボンバレス僕らのヒーローカルノ。カルノどこにいるか僕は知ってる。ほら下水道東京タワー近所の駄菓子屋ゲームセンター。初めて彼に会ったのは僕がまだ子供の頃だった。試験の途中居眠りしそうになったらどこからともなく彼の声が聞こえてきた。気がつくと答案用紙の向こうに彼がいた。一人でいるって寂しいね。でもいつでも彼のいるから大丈夫。僕の友達カルノ。カルノ大人の人には嫌われる。でも僕たち大好きさカルノ。ボンバレス僕らのヒーロー。
computer working. DDP is UPD. Come on, you gotta be a superstar. We'll get him down like you will get harder. What I say is that you're gonna get down. DJ Duo's come to town. He needs to do the pinball scene. He's gonna show you just what I mean. Music from the pinball. Digital stereo. Agent 001, Agent 002, Agent 003, Agent 004. Rudder scan completed. Begin play. Agent 001, Agent 002, Agent 003, Agent 004. Trying to escape? We'll get you next time. Roger, Force One. Land clear from jackpot. Target White House. Nice shot. Well done, number one. You better spin out. アメリカ生まれの文化っていう意味で非常に誇りを持ってますし、まあ、今アメリカでのピンボール熱っていうのがすごくまあ盛り上がってるっていうことなんですけれども、だいたいその普通はただ来る球を打つだけっていうのがどんな人も初めは、例えばまあストップショットなんていう一瞬この力を吸収して瞬間フリッパーの上で止めてすぐ振り向いてまた打っていくのっていう、まあ、これホールディングっていうんですけど、ピンボールの基本はそこら辺が一番の魅力でしょうね。よいしょっと。生のボールだって言うとこれが一番面白いですね。まあこれホールディングって言うんですけど、各機種ごとによいしょと自分のスタイルは大事にしながらもコツっていうものを飲み込む。まあこれホールディングって言うんですけど、ピンボールの基本はピン。自分のスタイルは大事にしながらも悔しいっていう感じを持った人は多分体の勢いで回ってしまうんですよ。まあこれホールディングって言うんですけど、その当時はゲームセンター、自分のスタイルは大事にしながらもコツっていうものを飲み込む。例えばまあ本当にとてもショットが悔しいっていう感じの時間とは自分の今のコツっていうものでまず一打席を飲み込むらしい8年ですけど、Come on!
皆様お楽しみいただけましたでしょうか。今夜はゲーマデリックの新しいアルバムから7曲お送りいたしました。ここでゲーマデリックのプロフィールについて少しお話ししましょう。ゲーマデリックはデータイースト社のサウンドチームのメンバーで構成されたプロジェクトです。普段はゲームに音楽や効果音をつける仕事をしています。ゲーマデリックという名前もそこからつけられたもので、ゲームをデリシャスにしようという意味からゲーマデリックとなったわけです。ゲーマデリックはゲームに合うようにさまざまなジャンルの曲、ハードロックからクラシック、カントリー、ジャズと幅広く作っています。その中から今回は今までのゲームに使用された数曲をラップにしてみました。ラップとゲームという新しい組み合わせはいかがでしたでしょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。